ザスフィアはドイツの芸術家フリッツケ・エニッヒが制作した高さ25フートのブロンズ鋳造彫刻。1971年の完成以来ニューヨークのワールドトレードセンターにあった広場の中心に設置されていた。ザスフィアは2001年のアメリカ同時多発テロで大きな被害を受けたが破壊は免れており瓦礫の中から回収された後に マンハッタン島南端のバッテリーパークに移設された。2017年8月に再び移設が行われ、現在はワールドトレードセンターの跡地に隣接するリバティパークに設置されている。ザスフィアは1971年以来ワールドトレードセンターのプラザに設置されていたが、2001年のアメリカ同時多発テロに巻き込まれて損傷し、瓦礫に渦漏れた状態で発見された。 ザスフィアは鋳造した52個の同性パーツからなる高さ25フィートの彫刻作品であった。組み立ては西ドイツのブレーメンで行われ、完成後にニューヨークのローアーマンハッタンまで輸送された。1971年から2001年までザスフィアはワールドトレードセンターの敷地中央に設けられた広場、オースティン・トービンプラザに設置されていた。この広場は ミノルヤマサキによってメッカの大モスクを模してデザインされており、ザスフィアはその中央にある円形の噴水の中心部に設置されており、それはメッカのカーバに相当する場所であった。この超王国作品は世界の平和と貿易を象徴するものであった。この作品は1966年ワールドトレードセンターの建設にあたるニューヨークニュージャージー港湾公社が フリッツ・ケー・ニッヒに制作を依頼したものだった。当初、公安公社はヘンリー・ムーアに彫刻作品の制作を依頼することを検討していたが、ミノルヤ・マサキがマンハッタンのステンフリ・ギャラリーでケー・ニッヒの作品を目にしたことがきっかけとなり、ムーアの代わりにケー・ニッヒが選ばれることとなった。ケー・ニッヒはワールドトレードセンターの建設工事が開始した。 直後の1967年から彫刻の制作を開始し、4年後の1971年までに作品を完成させた。K 日比によってグロッセ・クジェル・キャリアタディ・ NY と命名された。この作品は一般的にはザスフィアとして知られるようになった。2001年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロ事件の後、ザスフィアは瓦礫の中から回収された。 その後、ジョン・カイケネディ国際空港の近くにある倉庫まで輸送され、そこで保管されていた。ザスフィアは比較的軽度のダメージしか受けていないように見えたため、ワールドトレードセンターのシンボルの一つであった、この作品を911テロの記念碑として使うべきだとする意見が湧き上がった。テロの5週間後、ザスフィアの作者ケイ・ニヒは、バグダッドカフェで知られる映画監督、 パーシーアドロンと共にグラウンドゼロを訪れた。当初ケ、ケニヒヒは回収されたザスフィアは美しい死体であるとして、この作品を再び展示することには反対していた。バッテリーパークに移設されたザスフィア最終的にザスフィアはマンハッタンに戻され、2002年3月11日にはグラウンドゼロから数ブロック離れたバッテリーパークに9 11テロによる犠牲者の追悼碑として再建立された。移設作業は、K ニヒ自身の監督のもとで実施され、それにあたって新たな台座も制作された。再建立記念式典では、当時のニューヨーク市長、マイケル・ブルームバーグやその前任者、ルドルフ・ジュリアーニがスピーチを行った。K ニヒは、かつてこの作品は彫刻だったが、今では記念碑となったとした上で、 今や私自身が想像だにしなかったような美しさを有しており、私が与えたものとは異なる独自の生命が宿っていると述べた。リバティパークに再移設されたザスフィア2011年ザスフィアをワールドトレードセンター跡地の旧11メモリアル内のプラザに移設することを求めるオンライン請願がテロ犠牲者の遺族によって開始され、 2011年3月までに7200人以上の署名を集めたが、旧1 1メモリアルの関係者はプラザにテロの遺物を設置することには反対すると明言した。一方で、ザスフィアの所有者であるニューヨークニュージャージー公安公社は2012年6月28日、旧1 1メモリアルへの移設を指示することを表明した。2016年6月には、旧 11メモリアルの近隣にリバティパークがオープンしたがザスフィアの移設問題は未だ未解決の状態だった2016年7月22日公安公社はザスフィアのリバティパークへの移設を表決したと発表した2017年8月公安公社によるリバティパークへの移設が行われザスフィアは バッテリーパークからワールドトレードセンター跡地を見晴らす場所に移り、2017年9月6日には一般公開された。2017年11月29日、ザスフィアがワールドトレードセンターに帰還したことを祝して、港湾公社はリバーティパークで記念式典を挙行した。ありがとうございます。